ここまで聖書における霊的存在について学んできましたが、その中でも悪い者たちについてはまだわからないことだらけです。では聖書に出てくるサタンと悪霊について学びましょう。まず最初から見ていくと、創世記の一章で神は闇と無秩序から美しい秩序ある世界を生み出し、命が繁栄するようにしました。そして神の代理として人間に世界を治めさせ、その世界について7回も良いと言われたんです。確かに世界には美と真実と愛と寛容が溢れていると思うことがたびたびありますね。ところが創世記3章になると、創造主に反逆している生き物が現れるんです。この時点ではこの生き物がなぜどのようにして神に逆らうのか明らかにされていませんが、彼は神の良い世界を台無しにしようとしています。それは問題ですね。これが聖書に初めて悪が登場する場面です。神が良い世界のために定めたことをねじ曲げて、闇と無秩序に引き戻そうとしています。人間はこの霊的な反逆に加わってしまったため、混乱と死に陥りました。この時から人間の反逆と霊的な反逆が絡み合っているんです。聖書の物語の中でこれは何度も何度も繰り返されます。でもそういうことが全部本当にこの蛇のせいなんですか？物語はこれがただの蛇じゃないとほのめかしています。エデンの園は天と地とそれぞれの領域の生き物が重なり合う高いところにある場所でした。この蛇は霊的存在かもしれないってこと？創世記3章はそう暗示し、後の著者たちがそれを裏付けています。例えば預言者イザヤが天の王座の幻を見た時、神は霊的存在に賛美されていました。神の王座を取り囲むケルビムですね。でもイザヤはこれらの生き物をセラフィムと呼んでいます。これはヘブル語でヘビという意味です。じゃあヘビは以前は神のスタッフチームの一員だったんですね。でもどうして人間と喋ってるんですか？預言者エゼキエルはこれは神の知恵と権威の下で生きることを嫌った霊的反逆者だと言っています。彼は神になりたかったんです。それはヘビがアダムとエヴァに投げかけたのと同じ誘惑ですね。そうなんです。人間に自分たちの知恵で神のように治められると言いました。そして彼らは皆園から追い出されました。この反逆者は地を這う者になると神は言いました。彼はこの後どこに行ったんですか？この存在が人間の分裂と憎しみを増幅させるために裏で働いていると聖書の著者は暗示しています。著者たちはまたこの存在について様々な象徴を用いています。蛇、海や荒野をうごめく闇の生き物、死と墓の王、また呼び名も様々で、邪悪なもの、誘惑者、抽象するものなどです。でも彼の名前はサタンですよね？いいえ、サタンは名前ではないんです。サタンもさっきの呼び名と同様に肩書きの一つなので、本当はサタンの前に定冠詞がつくんです。サタンは敵対者という意味です。彼は何もかもに反対し、私たちを闇と無秩序に引きずり戻すために嘘を通して働きかけてきます。ゾッとしますね。じゃあ聖書の中で悪霊と呼ばれている霊的反逆者はどんな存在なんですか？神の会議とか神のコラと呼ばれる神のスタッフチームのことを覚えていますか？旧約聖書によると彼らの中からも反逆者が出たんです。いつですか？何度かあったようです。蛇の登場後、創世記6章で神のコラの反乱が起こりました。彼らが女性と性的関係を持った結果、暴力的な巨人が生まれたとあります。ネフィリムのことですね。彼らは聖書の中でも特に不思議な存在ですよね。現代の読者からすると不思議ですが、古代の読者たちは何を指しているかよく知っていました。イスラエルの近隣諸国は人と神の子らの間に生まれた巨人戦士たちによって建てられ守られていると言われていました。じゃあ聖書の著者たちはその戦士たちなんて褒められたもんじゃないよと言っているんですね。彼らは霊的な悪に捕らえられ神に反逆し、良い世界に暴力をまき散らす存在として描かれています。創世記10章ではそんな王たちの一人がバビロンという町を建てました。ニムロデですね。これはヘブル語で反逆者という言葉に似ています。彼はバビロンという王国を築き、そこで人間がまたしても反逆し、自らを高く上げようとしました。でも神は反逆者たちを散らしました。神はこの時
国々を天の反逆者の手に渡し、お金、セックス、軍事力という偶像を礼拝するに任せたとモーセは申命記の中で言っています。この劣った霊的存在を悪霊と呼んだのはモーセが初めてなんです。つまり悪霊は人間の権力構造を堕落させる霊的勢力なんですね。そうです。でも聖書によれば彼らは個人をも堕落させます。人間の強欲さ、自己中心、死すべき存在としての弱さを露呈させ増長させているんです。霊的な悪というものは何事につけ神の良い創造を混乱と闇と死に引きずり戻そうとします。だからイエスが来られた時、ご自分の一番の敵は人間ではないと言われたんですよね。イエスと初代の弟子たちは神の良い世界における痛みと苦しみは死と霊的な悪に捉えられている印だと認識しました。でもそれで終わりじゃないんですよね。はい、イエスはこの宇宙規模の荒廃を脱する唯一の方法は死と悪そのものに打ち勝つことだと知っていました。たとえ何を犠牲にしても。